ブレントクロス駅は、ロンドン北部、ゴルダーズグリーン地区のハイフィールドアベニューにある、ロンドン地下鉄の駅である。ノーザン線エッジウェア支線のヘンドンセントラル駅と、ゴルダーズグリーン駅の間にあり、トラベルカードゾーン3に含まれる。駅舎は、第2級文化財指定建築である。ブレントクロスショッピングセンターからはやや離れている。駅舎は建築家、スタンリー・ヒープスの設計によるもので、 1923年11月19日にブレント駅として開業した。駅名は駅近くを流れる川にちなんだものである。当駅はエッジウェアまでの未開発地を通るハムステッドハイゲート線として計画された延伸線の最初の駅である。第一次世界大戦前にこの延伸線が計画された際、当駅はウッドストックと仮称されていた。 1976年7月26日にショッピングセンターの名前に合わせて現在の駅名ブレントクロスに改称されている。開業後すぐに当駅には追い越し線が設けられたが、1930年代に撤去されている。ハイフィールドアベニューが当駅を越える橋の幅にこの追い越し線を忍ぶことができる。2008年3月にブレントクロス地区の開発計画が発表された。 駅周辺の住宅を取り壊し、バスが乗り入れられる、駅前広場を作ることで当駅を付近を通る、バス路線との接続改善が盛り込まれた。2008年初頭、交通改善計画協議会が、北西ロンドンライトレールウェイ計画と称する、ブレントクロスを終点とする鉄道の案を発表した。駅近くのハイフィールドアベニューにロンドンバス210が、停車するほか、 232のバス停がハイフィールドガーデン側の駅出入口付近にある。ありがとうございます。